アリー・アフマド・ジャラーリーは、アフガニスタンの政治家、軍人、大佐、元内務大臣、カーブル出身、パシュトゥーン人、グラーム・ジャイラーニー・ジャラーリーの息子。1961年、カーブル軍事大学を卒業。1966年、カーブル参謀大学で、軍事学修士号を取得。1967年、イギリス参謀大学を卒業し、アメリカ、ソ連、 トルコの軍事教育施設で研修を受けた。1978年の革命までアフガン陸軍に勤務し大佐まで昇進した。1979年、ムジャーヒディに参加し、1980年から1982年、パキスタンで軍事行動の計画立案に従事した。1982年、アメリカに移民し、1987年に市民権を取得。 1988年から1997年、ボイス・オブ・アメリカのパシュトゥー・ゴ局長。1997年から2003年1月、中旬、同ラジオ局のダリー・ゴ局長。在米時に、ハーミド・カルザイと知り合う。2003年1月29日、内務大臣代行。2004年12月から2005年9月、内務大臣。2005年9月、 研究活動に戻ると称して内務省を突如辞任した。アメリカに戻った後、アメリカ国防大学附属近郊南アジア戦略研究センターの教授。2007年アフガニスタンに帰国。2009年1月アメリカを訪問した際、バラク・オバマはカルザイの4人の後継者を面接した。彼はその一人だと評された。ダリーンパシュトゥ語、英語を話す。 ワシントン大学の政治学学士、アフガン戦争に関する3冊の著作がある。ありがとうございます。